神風リザワイヒードラン時空で戦っていくダブルレッド、もうすぐ構築変えようと思ってますが、この構築でも1800ぐらいは少なくとも言っておきたいなというところ。シーズン10が7月14日で終わるやつで、これ今7月8日8日に撮ってるんですけど、相手アメリカのベイスさん、フロンフィリピンズ。フィリピンの人がアメリカでもやってるってことなんかな、わかんないけど。構築としてはバンドリーマンダ、ジャパンサンドと比較すると、チョッキーマリルが入ってる枠がこれだと、ケシンボルトロスになっている。メガ枠はボーマンダで多分特殊だと思います。ボルトロスがいるから、と言って特別使えることはないけど、ランドロスサンダーのショット好きなんだけど、これだとボンマンダに圧力かけられないんだよね。でサンダーかリザードにしないと追い風が張れない。追い風張ったところでボルトロスの存在があると電磁波でどっちみちあれなのかなってのもあるけど、リザードン出しにくいんだよな。ボルトロスが最速だったら抜かれるし、あれを取る意味は、こんなにサンダーにしよう。本来だとメガ枠が必ず出すポケモンであるべきで、パーティーパワー、センスしないとパーティーパワーが普通落ちるから、あまり良くないと思うんだけど、相手が砂だからって晴れ出すと、岩流れもでもきついし、10万ボルトで、ボルトロスがやってきたらきついので、ボマンダが守るかどうかだな。ギルガルの存在が非常に鬱陶しいな。ワイドガード読みだったらムーンフォース打ちはいいんだけど、ボーマンダに。ボーマンダ守るギルガルド動かすだったらきついんだよな。相手がボーマンダ守るかどうか。ここでレイジーランドロスが控えめメザコーリオービーとかだったら面白いんだけど、ムーフィア交代するかどうか。ワイドガードしてください。ノーマンで守らないでください。よかったか。ワイドガード優先どっちだわ。守り早い。よっしゃ、ボーマンで守ってねえぞ。ムーンフォース当たりだ。やったぜ。まあ、物理でも特殊でも威嚇入れてるし、ハイパーボイスだろうが、ステンタクルだろうが、耐えるでしょう。うん、特殊だったね。やったぜ。で、まだこれ、ムーフィアとギルガルドの素早さ関係がわかんないんだけど、ドリューズ。とりあえず、助け潰すか。弾は相手だったら耐えられないけど、
地震じゃないかな、ここは。ワイドガード地震と読んだけど、相手の行動、どうでしょうか。ヒートランが動くのが一番相手にとって嫌だろうから。ボルトロスか。地震。やべ、急所だ。弾じゃないから多分これで助け潰した。バカリティをドローズに打つかどうか。あんまりあれはないな、そうやっても。まあ、いや、もう十分仕事したからいいよ、倒されても。トンボでこんなに入るってことは CS 振りなのかな。どうなんだろう。弾、まあ CS でしょ。弱点保険っぽいんだよな。ただボルトロス倒すのが一番大事だから、この場面。熱風はなし。熱風じゃねえ、ワイドガードなし。ここ大事なのは、弱点保険発動されたとしてもボルトロスを倒すのが一番大事だと思ったので、最後はランドロスさえいればギルガルドなんとかなるかなっていうのがあって、ただサンダーちょっと待って、相手のドリューズに対して打点がないからきついぞこれ。ワイドガード連発さ、あれまあバカリキがあるか。あれ、もちろん今発動するのちゃんと見てなかったんだけど、ワイドガードだったらこれでヒートラン死んでもまあいいや、いいのか、守った方が確実だったかな。自信だなこれ。あれ、自信じゃないぞ。なんか結果オーライになった気がするけど、ちょっと立ち回り甘かった部分あるかもしれない。
大変ありがとうございました。